ゆなです。ゆこです。ゆめかです。ゆらにです。アリアです。ピンク。ラテ。ティー。始まるよ。イエーイ。はい、今日はだるまさんの一日をやりたいと思います。イエーイ。虫がいっぱいよ。もう鼻も痒い。眉毛刺された。だるまさんの一日はだるまさんが転んだと違くって、だるまさんが転んだじゃなくてだるまさんが歯磨きしたとか、だるまさんがお茶飲んだとか、転んだ以外、そうそうやっていって、転ぶもあるよ。あ、転ぶもある。動いてもいいね。でもできてなかったらその人もダメ。それ以外はまああと何か、だるまさんが転んだ、普通に同じルール。だるまさんがって言ってる間にタッチって言って、すぐ逃げるんですよ。だるまさんがストップって言うんで、そこでストップするんです。そしたらこっちにいる人たちが大股何歩とか小股何歩とか計算して、それを伝えて歩いてだるまさんにタッチされたら鬼が増えていきます。大股5歩って言ったら起こしそうな気がする。5歩はいっていうルールです。じゃあだるまさん決めていこう。あ、そうなんです。また大丈夫だったの。うん、最初のルール全然ぱい。じゃあ、ゆなだるまさん、だるまさんお願いします。難しいので頼みますよ。ちょっと遅れたりとかできなかったりしたら、あ、声出します。そう、声出しね。じゃあ、今早速やっていきましょう。せーの、どうぞ。はじめの一歩。はい、じゃあ行きます。はい、だるまさんが木に登った。だるまさんが石鹸で体を洗った。だるまさんが寝た。ありがちゃん。だるまさんがお化粧した。ダンフ。リコちゃん捕まるじゃん。ダンフにしよう。やばいやばい。大股6歩いきます。え、だるまさんが蜂に刺された。ストップ。え、なんかスポーツしてる。なんで、え、だって蜂に刺されたっていうから、蜂に刺されたやつやったのに。ゆうちゃん顔が可愛い。嬉しい。じゃあ大股蜂歩でいく。私はないな。ゆうかちゃん行くよ。
待って、うわっ、ストップ、入ってけど、え、姫ちゃんどこ行くの？じゃあもうまた6個で行きます。1、でかいな、皆さん先輩方は行きます。はい、始めのいい一歩。ダデナさんがコスメを買った。聞こえなかったって。コスメを買ったじゃなくてコスメを買った。コスメを買った。これからコスメを買った。うん、はい、なるほど。わざと遠くにいるでしょ。ダデナさんが苔を食べた。拾って食べた。だるまさんが、ポップ、なんか出てきた。久しぶりにちゃったよ。何それ。いや、今回は横に逃げようと思ったら横が結構なかった。ベンチしかなかった。じゃあ4歩でいきます。2、来るんでしょ。絶対来る。よー、やー、姫が初を見た。鬼でよ、鬼でよ。初めの一歩、どうぞ。ユナリアンドロイドじゃないのか。え、iPhone ですけど。だるまさんがお水飲んだ。ピンとかけました。はい、だるま、ストップ。なんかゆこちゃんめっちゃ歩きましたよね、ストップって言ってから。戻りました。じゃあ、お歩また5歩でいきます。めっちゃ曲がってくる気がする。1、2、3、4、5。え、誰も行けない。誰も行けない。5年間したらいけない。いや、行けない。ありがとう。ありがとう。行けない。バラつかく超えて頑張った。ありがとう。行けない。大輝お願いします。はい、始めの1歩。だるまさんがびっくりしたテレビを見た。え、だるまさんが警察官。警察官になったまま逃げちゃった。警察官なのに、しかも6歩で行きます。めっちゃ開ける人めっちゃ有利。足長い人いいね、ほんと。楽しかったよ。楽しかった。子供になんか、子供なんだけど。子供じゃん。子供なんだけど。皆さんもやってみてくださいね。もし、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン。よろしくお願いします。バイバーイ。